タイチ TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。皆さん肩こり首こりに悩まされていませんでしょうか。今日はですね、肩こりの中でも、とある動きをした時に痛みが出るケースの対策をご紹介していきたいなと思っております。はい、今タイトルにも出ておりましたが、徐々にこう上を向いていってみてください。はい、その時に首の後ろの方に少しね痛みが出るような方っていうのは、胸鎖乳突筋とかね、尺閣筋っていうところが硬くなってロックされちゃってるような、イメージの方が多いかなと思います。そういった時はですね、胸鎖乳突筋のストレッチっていうのが実は非常に有効になってくるんですけれども、胸鎖乳突筋っていうのはですね、この鎖骨からちょっと耳のね後ろぐらいまで、この辺りについてるこういう筋肉なんですね。ここが硬くなってしまうことで、このね上を向いた時に首の後ろに痛みが出るっていうね、肩こり首こりになっちゃってる方が非常に多いので、今日はねこれのストレッチをご紹介したいと思います。非常に簡単なのでね、ぜひやってみてください。はい、本日はですね、首の動きになりますので、このままのアングルでお送りしたいと思います。はい、でやる前にですね、まず姿勢をしっかりと整えていきましょう。首がね前に出てしまって体が丸まって猫背になってしまうと、効果が半減してしまいますので、まずは背筋をしっかり伸ばして、顎を軽く引いて、背骨の上にしっかり頭が乗っているような状態を作り出してあげましょう。まずね動きを簡単に説明したいと思います。動き自体はねすごいシンプルなんですけれども、少し難しいかなと思いますので、よくちょっと練習をしてみてください。まずはね首を簡単に倒していきます。この時にね、肩がついていかないようにちょっと注意をしてみてください。肩をしっかり下ろしたまま首を軽く倒します。はい、このまま顔を回転させて、少し上を向くような状態を作っていきます。こんな状態ですね。ここで、20秒本日は伸ばしていきたいと思います。もう一度戻していきましょう。反対でもう一度練習です。首を軽く倒して、肩がついていかないように注意していきましょう。このまま少し上を見るような状態で伸ばしていきます。軽くこの辺りが突っ張る感じがするかなと思います。はい、ゆっくり一旦戻していきます。それでは本日は左右1回ずつ、20秒伸ばしていくんですけれども、慣れてきたらね左右2セットずつぐらい行っていただいてもいいと思いますので、ぜひね数を数えながらやってみてください。それでは本番いきましょう。まずは姿勢を軽く正していただいて、軽く顎を引いて、背骨の上に頭がしっかり乗っているような状態を作ります。このまま肩がついていかないように、首をまずは左に軽く傾けていきましょう。はい、傾け終わったら軽く上を向いていきます。はい、無理する必要はないので、気持ちよく伸びてるぐらいで止めましょう。このまま20秒キープしていきます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、 ゆっくり顔を戻して首の傾きを元に戻していきます。はい、それでは反対も20秒いきましょう。まず肩がついていかないように首を今度は右に傾けます。はい、このまま少し上を向いていきましょう。はい、ここでまた20秒キープしていきます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、 首を戻してまっすぐにしていきましょう。ここまでやっていただいた状態で、少しね、さっきみたいに後ろに首をこう倒していくと、さっきよりね詰まりが取れてる感じがしてれば、大成功でございます。僕も実はですね、パソコン作業とか結構やってしまうと、固まってしまうことがあるんですね。そうすると、結構ね後ろにこう向いた時に結構ピキピキピキってこう詰まるような感じがする時があります。そういった時に今の胸鎖乳突筋ストレッチを軽くやっていただくだけで、結構この
後ろを行った時の詰まり感っていうのをなくすことができますので、ぜひ、上を向いた時にね、こう首の後ろあたりが詰まるような、感覚がしている方は、今日のねストレッチっていうのがね効果あるケースがありますので、ぜひ試してみてください。最後に、必ずしも全員に効果があって全員にプラスになるっていうわけではありません。少しでもね、違和感を感じたら、やるのを中止していただいて、直接ね見てもらえるところで見てもらうことをお勧めしますので、ぜひ無理ないようにやってみてください。ピーコもやってんのそれ？そうだよ。ピーコの首どこ？ここにあるじゃん、境目が。ここ？ピーコの首？そうだよ。首ないよ。あるの？首ない。ある。丸くなっちゃってるよ。羽でもふもふなんだからしょうがないじゃん。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。今の世の中ですね、結構デスクワークが多くなっている方も多いかなと思いますので、ぜひこういう首肩周りのねケアを日々やってみてください。だいぶ楽になるかなと思います。